センター方向、右中間、打球は伸びていって無理そう、あっとボールを後ろにそらしている。その間に打った岡林は三塁まで向かう。一気に三塁まで行きました。ブリンソンが今打球方向を向かっていきましたが、ちょっとバウンドの感覚を誤ったでしょうか。放送席解説はジャイアンツ OB 村田真一さんでお届けしますが、村田さん、あたりを解消するような今年のラインナップになるでしょうかね。秋野、ね、が普通なことがあったらもう強いと思いますよね。早速第一発言出ましたね。本当そうです、はい。さて今映像、こちらは自由視点映像生成システムボリュメトリックビデオ、レフト大越え、センターブリンソン、ライトは丸です。引っ張った、ライト前、ドラゴンズが早くも先制点を挙げました。燃えよドラゴンズが高らかにこだまする東京ドームです。攻めるドラゴンズからしますと、村田さん、まず鮮やかな 1,2 番の1点ですね。まあ、あのキャッチャーから言うと2ボール1ストライク、叩きつけて、これもヒットになりました、センター前。何かこうピッチャー返し、センター方向の打球は非常に今日は多い。そうですね、ドラゴンズ1ボール2ストライク、スタートを切っていった、打ちに行って鮮やか、レフト前に運んだ、動いてきて大島ヒットで応えました。今度は反対方向に持っていきました大島です。すでにカウントダウンもファンの皆さんの間では始まっています。110本、13本ですか、はい、引っ張った、この辺りはどうだ、フェアです、今日3本目、大島に塁到達、2000安打を目指すシーズンの最初のゲームでいきなり3安打猛打賞、いやもう早いんじゃないですか、今日のペースを見ると。そういうこの大島洋平です。去年はまあ打率2位というところで、まあ、去年は何と言いましても村上の三冠が